前回の動画は敦賀から北へ北へ新潟を目指すという動画でした。前回の動画まさかの16分超えにより、船の中を紹介するカット、今日の動画にますって言ったらしいんですけど、おーちょっと前回船に乗船するところで動画が終わりましたが、今回は船に乗船して船内を紹介するところから始まります。今回私が取った席はツーリスト S、 いわゆる半個室と呼ばれる部屋です。廊下を歩きながら船内を紹介していきましょう。今映っているのがザコネです。ザコです、ありがとうございます。暴言はさておき、ツーリスト S の区画に着きました。カーテンが閉まっているのは手前の区画だけ。後の区画はすべて空きなのか、もう使用済みなのか、すべてカーテンが開いていました。そして今回僕が泊まる部屋がこちら。2月に所用で入院したのですが、それの上位互換みたいな感じの部屋ですね。4階には、今映ってた、いろんなものがあります。人がいたんでね、映ってないんですけど、動画も見れるっぽいです。船の紹介がありました。こんな感じになってるらしいです。就寝というか寝落ちというかよくわからない寝方をして4時ぐらいに起きたんですかね、この日は。で今から下船をしていきます。秋田で降りる人が、徒歩は僕だけだったので、直接船員の方が起こしに来てくれました。まあ、直接起こすというアナウンスは前日の夜にあったので、もうそれよりも早い時間に起きてたんですけどね。さあタラップが降り、シャバへ通じる通路がありました。こうしてライラック号を後にします。1日目のマイバルと同じ撮り方をしているので、画角が非常にボヨボヨしています。これはもう仕方がないです。甘じてください、甘じて受け入れてください。はい、疑問は皆さんおはようございます。新潟のフェリーターミナルから、船に乗って無事に秋田港のフェリーターミナルに到着いたしました。あれっすね、思ったより天気が悪くない今日は。これはこのまま渡っちゃっていい感じかな。そう、間違えてね、ここさっき、ね、さっきここから出てきた路線があるな。いや、買い物はもうちょっと駅の近くでいいか。が、秋田の雪って新潟の雪よりも歩きやすい気がする。割とスタスタ歩いてる。土崎駅の下り青森行き、嘘、大館行きの始発に間に合うように歩いていこうと思います。行ってきます。スタ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 。ということで乗り換え駅の東の城に到着しました。この時にはもうすでに五能線の40は入線していました。今から乗るのが電光掲示板に出ています7時23分普通弘前行き。横には GV 車両もおりました。ということで7時23分東の城を発車。落書きのダンゴムシが出迎えてくれました。凍ってる。2時間ぐらい放置してます。
コインランドリーの使い方分かんねえってなってるって。いや、しまった。鶴がなれば分かんなかった。間違えてるか。昨日は分かったんだ。コインランドリー専用部屋のね、コインランドリー専用じゃなくて、もう風呂専用のやつがあってね。あ、そうだ。どれやねえ、どこにやねえってなることが多い。ひどい。あのね、外にピントがあってだと思うじゃん。うん。こうやって、これこう。あ、動画でもいいね。うん、逆方向に撮ってるから。すげえ景色が広がる。なるほど。これ電池つけたら定期的に電源入れ直せって言われるから。揺れで。実行方向の反対側に向かって座るのが一番いい。ああ、気持ちいい。何が合ってるのかと思って。草。戦場地海岸に日本海の荒波が押し寄せています。窓ガラス汚ね。少しの間ですが、江南鉄道のホームにもお邪魔しました。さあ、現在入線してきているのは青森行きです。これで日本最北端の主要駅、青森駅を目指します。さあ、到着シーンがないので、いきなりワープしている感じですが、青森駅に到着しました。これはビンマヤ行きですね。あと1時間と24分あります。やってみるよ。さあ、青森から弘前に戻るのは14時44分発の普通列車弘前行き40での運用です。この日は青森を36分ほど遅れて発車しました。この後爆睡しました。さあ、爆睡からの超高速乗り換えチャレンジを、やらされた僕ですが、なんとか無事に深浦行きに乗車することができました。本日はこの列車4両編成という案内がありました。廃車改装か何かを兼ねているものだと思いますけど、結構レアなものです。普段深浦駅には4両編成の定期運用はありません。なんなら今回の改正で4両編成なんてそんな大層な運用はなくなってしまったのです。こちらがその様子です。寒いのでドアボタンで遊ぶのはやめましょう。鰺ヶ沢から先、後ろの2両は締め切り、実質2両編成での運用でした。終点の深浦に到着。さあ、乗ってきた列車はすぐにドアを閉め、今から帰る列車は、かなり早くからドアが開いていました。まあ、これは訪問記念みたいな、なんかですね。19時19分、深浦を発車。さあ、ここでレアな4連ともお別れです。
重厚感のある運転台、40ならではのものだと思います。さあ、ここからは夜の孤島の途中下車ラッシュ、まず1駅目五所川原駅。ここでは30分間停車時間があったので、結構ゆっくりと撮影することができました。どうやら乗車連も対向も最終らしいです。さあ、続いて下車したのが板柳。こういう感じの価格ってなんかいいですよね。さあ、そして3駅目、こちらは川辺。川辺駅は地味にこの1回しか降りる機会がありませんでした。さあ、終点の弘前に到着。左側にはね、映せないものが大量に映ってるので、モザイクを施しています。サボの差し替え、実にエモいものだと思います。これももう見れないんですね。このスライド、どうやらパワポで作ってるっぽいですね。すごいと思います。すごいあれなんですけど、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。何も根拠がないネタバレするのはやめてくれますか。